シ心ボストンとは、日本の競争馬である。勝ち倉に2009年東京ジャンプステークス、小倉サマージャンプ。馬名の意味は、冠名、シ心に、アメリカ合衆国の都市、ボストン。2004年競争馬デビュー。初勝利を2戦目に挙げるも、以降目立つ戦果は挙げられず、平地18戦一勝に終わり、2006年より一旦いる騒りとなる。 その初戦にて勝ち上がるも参戦手勝ち倉は、この1勝のみに終わり、再び平地復帰。復帰後平地戦2勝を加え準オープンにまで昇格したが、そこから1年以上未勝利が続いたため、2008年夏より、障害再転校となる。2009年5月障害オープンでは一旦は、レコード勝ちを収めたに見えたが係員が初馬機を15メートル手前に、間違えて設置してしまい。 レースは成立したが、競争成績は3300メートル芝ダートから3285メートル芝、ダートの変更になり優勝タイムはレコードではなく、基準タイム扱いとなった。その後東京ジャンプステークス、小倉サマージャンプと、重賞2連勝を含む3連勝を記録した。なお松永正宏長教師は、騎手時代障害重傷は未勝利だったが、 同馬の勝利により調教師として、障害重賞初勝利を記録している。しかし、その後の2戦はいずれも着外に終わり、2009年シーズンを終える。2010年は、阪神スプリングジャンプから、指導、東阿部がの3着と、構想した。続く、京都ハイジャンプでは2番人気に押されたが惜しくも4着に、終わった。 休養を挟んで9月の阪神ジャンプステークスでは3番手追走から2周目の交渉面で進出し逃げる光栄トライを任しに行くも直線で伸びず4着に敗れた続く東京ハイジャンプでは見せ場なく8着に敗れた11月の京都ジャンプステークスでは道中中段を追走ししまいで足を伸ばし3着に入選した続くイルミネーションジャンプステークスでは 中段追走も直線で伸びず6着だった。2011年は京都ハイジャンプから指導したが玉もぐアーの6着だった。レース後5月18日付で競争馬登録を抹消され京都風寺市のカシオペアライリングパークで乗馬となる。2013年12月現在では清志章という名で広島大学馬術部でつなぎをされている。ありがとうございます。